したら、え、ラフィーちゃん、ありがとうなの。来てくれなかったらラフィー、海の底なの。泣き虫の姉ちゃん、来てくれたからラフィー撤退できたの。ラフィーちゃん、あなたが沈んだら悲しむ人がいます。どうかそのことだけは忘れないでね。はい、ナナ。そうか、中波で済んだか。当面は修復に努めた方がいいと思う。あまりフッドに心配をかけるもんじゃない。姉ちゃん、心配ありがとうなの。そうそう、フッドに礼を言うのも大事だ。ラフィーちゃんはあなたにお礼を言っているんだと思いますよ、オークランドさん。僕は自分がいつアンブラに帰れるか、それが心配なだけだよ。オークランドさんは優しいんですね。そんなことはどうだっていいんだ。ただでさえ MCC がまた厄介なことを言ってきたというのに。今度はなんと、アリウスゲートとバミューダゲートの2カ所にオース採取部隊を同時に出すから、ソロモン方面艦隊で両方の護衛をしろとのことだ。そんな、無理です、人手が足りません。僕もそう言ったんだけどね。手分けして護衛すればいいだろうと取り付く島もなかったよ。いくら最前線の余裕がないからって、こちらを大隣にされてはいつか取り返しのつかないことになりますのに。未開のブルースフィア原住民の抵抗など、戦機が一人いれば排除できると考えているんだろう。だがそう思いたがっているだけかもしれないが、ともあれ今は議論している余裕などない。僕とあなたの二人で手分けして護衛任務に出よう。物資不足だけは避けなきゃいけないからね。ラフィー、お手伝いするの。君の任務は損傷を修復することだ。足手まといになられても困る。いいね。でもラフィーちゃん、私たちがここを離れている間、ソロモン基地の守りは頼みましたよ。分かったの。心配です。ソロモン基地を離れたくないんですが、今の私にできるのは少しでも多くのオースを送って前線のみんなが戦局を打破するための手助けをすることだけ。でもせめて中央の皆さんは気づいて、ブルースフィアも攻撃されれば反撃するんです。私たちムーバーと同じように。この紅茶おいしい。紅茶のことは全然わからないけど、これがすごくおいしいことだけはわかる。私も紅茶は詳しくないが、まるでマスカットを思わせる独特の甘みがとても美味に感じる。それにこの色、琥珀色っていうのかな、とっても綺麗。美味しいでしょう。ダージリンのいい茶葉が手に入ったから入れてみたの。評判が良くて嬉しいわ。これは安心して味を楽しめる。安心して？ああ、いや、独り言だ。気にしないでいい。まあ、ほっとするのはしょうがないよね。ポートランドの場合、いつもの料理があんな感じだから。口に入れても大丈夫と最初から思えるものをポートランドに振る舞われるのは初めてかもしれない。で、私たちはこんなに満足してるのに、普段は何を出されても文句言わないエリザベスは、悪いわけじゃないんだけど、このダージリンはセカンドフラッシュよね。私
ダージリンはファーストフラッシュの爽やかな香りを楽しみたいんだけどな。手に入らなかったの？ポートランド。あんな高い茶葉、そうそう普段使いできないわよ。あなた、普段の料理は何でも美味しそうに食べるのに、紅茶にだけは異様にうるさいわね。何言ってんのよ。紅茶は人生よ。アルコールやコーヒーを飲んでも時間の浪費だけど、紅茶を飲めば寿命が倍は伸びるの。知らないの？え、何それ、初耳。第一、紅茶で妥協する戦記なんてろくな戦艦になれないわよ。例えばあなた、こんな言葉を知ってるかしら。あー、くどいわね、もう。っていうか、戦艦って紅茶へのこだわりが義務なの？これがわからない。ここまで紅茶の味にこだわれる彼女がなぜ普段の食事ではああなのか。それにしてもポートランド、よく今回もお留守番を引き受けてくれたね。留守番？ふん、もちろん引き受けたくなんかなかったけどね。また私が基地に残るの？ちょっとボス、それはあんまりなんじゃない？気持ちはわかるのよ。ただどうしても編成の都合がね。従順とか戦艦クーバあたりの戦機がもう少しいれば柔軟な艦隊編成もできるんだろうけど、今はまだ難しいわね。人手不足で難しいなら人手を増やそうよ。横塚から支援してもらったオースがあるでしょ。あれだけあればオース機関で戦機を作ることも。戦機って一人作るだけでもものすごく旺盛エネルギーを消費するのよ。少なくともうちじゃもう少し貯めないと無理ね。現実的には他の基地の戦機を連れてくるしかないけど、ま、今回の任務には間に合わないかな。そんな。結婚？さすがに出撃のために結婚は無理よ。っていうか、結婚を引き合いに出すレベルで重い意味を持つ命令なのね、今回の留守番。それを私のわがままで断るわけにもいかないか。ま、戦機のわがままをいちいち聞いてたら作戦が成り立たないのは分かってるんだけどね。それでも私の本能は逃走を求めてるのよ。そんな本能は鍋底にでも沈めておくべき。ちょ、辛辣すぎない？こないだ叱られたばかりだし、今回はちょっと分が悪いよね。それじゃあ少しばかりはポートランドにやる気を出してもらいましょうか。私、あなたの作ったキドニーパイが食べたいわ。え？もちろんあなたなら知ってるわよね、キドニーパイ。動物の腎臓を牛肉や玉ねぎと一緒にパイの中に入れたイギリス料理。今度の任務はそのキドニーパイを目当てに頑張るわ。ポートランド、あなたは準備をして待っていてね。ん？何よその薄い反応。いや、求められるのは嬉しいんだけど、パイも内臓を使ったのも前に作っちゃったからさ、料理人としては今一つ燃えなくて。アザラシとかギニア豚とか特殊なものを使ったイギリス以外のものだと美味しいって言わせてみせるぞってみなぎるんだけど。何その、まるでイギリス料理は美味しくないからやる気満々だったみたいな変なこだわり。オークランドとジンツーも微妙な顔してるわよ。あなたの料理楽しみにしてたんじゃない？いや、私たちは単にポートランドの料理をモチベーションにするのが難しいだけなんだけどね。そもそもキドニーパイという料理自体、かなり食べる人を選ぶ料理と聞いたことがあるのだが。ん？なんで苦笑いしてるかわからないけど、まあいいわ。私たちソロモンで頑張ってくるから、とにかく料理を作って待ってて、ポートランド。大雑把よね、あなた。でも、うん、わかった。ごちそう作って待ってる。じゃあ、再確認するわよ。最優先任務は
ソロモンゲートの目視。出現したままと予想されるソロモンゲートの存在を実際にその目で確かめること。オークランド、ジンツ、二人にその任務を託すわ。ムーバーの迎撃が予想されるけど、私が艦砲射撃であなたたちを支援するから。ソロモン基地の守備ってどのくらいの規模なんだろうね。現時点では不明。ただ私たちの世界への侵攻を準備している場合、相当規模の兵力の存在が予想される。だからこその威力偵察よ。ソロモンゲートと基地の距離が近すぎて隠密偵察をやりたくてもできないしね。そしてゲートの目視を果たした場合、状況次第で次の任務が発生する。すなわち時空ゲートへの突入。あなたたち二人のどちらか先に時空ゲートへたどり着いた方が突入してゲート内とゲートの向こうを偵察する。そしてもう片方がゲートの入り口付近を確保して敵戦力をゲートに近づけないようにすると。極めて危険な任務と推察される。本当にそこまでして遂行するべきなのか。危険なのは確かだけど、やるしかないわね。同じような偵察のチャンスはおそらく二度とないわ。次にソロモンへ来るときは基地攻略よ。最後に指揮官、何かみんなに言いたいことある？言い方、その朝日みたいな雑な扱い方やめてくれない？まあ指揮官はきっと私たちに無理に単管で突っ込まず、きちんとエリザベスの支援を受けろって言ってるんだよ。さすがにその受け取り方は指揮官に好意的すぎる解釈ではないだろうか。今回の任務は敵の基地の目の前に乗り込む危険度の高いミッションよ。だけど成功すればこれまでの戦局を打破する重要な足がかりになるかもしれないの。え、そうなの？だからこの任務絶対成功させるわよ。みんなで無事に帰還することが大前提。必要以上の危険は犯さない。最悪任務を中断してでもいい？もちろん、私たちを導いてくれる指揮官や基地の留守を守ってくれるポートランドのためにも、みんなで全力を尽くぞ。きっと結果は後からついてくるから。もしもし、オークランドちゃん、朝日のためには全力を尽くしてくれないのかしら。はっ、オークランドはそういうつもりだったのね。ふんだふんだ、後で覚えておきなさいよ。ごめん朝日、わざとじゃなかったんだよ。うかつな。ほら、くだらないこと言い合ってないで、そろそろ行くわよ。全速前進。さあ来なさい、ムーバー。爆撃機だろうが、みんな高射砲で撃ち落としちゃうんだから。オークランド、機雷不設の可能性もある。前進は慎重に行うべき。了解。今のところソロモン基地からの迎撃に想定外の動きなし。引き続き時空ゲートを目指して進撃。罠にだけは気をつけなさい。ここは敵の拠点なんだからね。承知。実際罠を疑いたくなるのよね。ムーバーの迎撃はもちろんあるんだけど、想定内すぎるというか、戦機の姿も見当たらない。どこかで待ち伏せでもしてるのかしら。それとも心配のしすぎかしらね。目標ポイントに到達。時空ゲートは観測されず。普通に何もない海だよね。
ポイントがずれてるのかな。もう少し先に行ってみるね。気をつけて。私たちから見えなくなるほど進んじゃダメよ。大丈夫だよ。エリザベスの手法の射程からは出ないから。うえー、待ってなさい。すぐ行くから。少しだけ耐えて。何があったの？戦機、それともトラップ？そういうことじゃないの。後ろ、後ろを振り返って。後ろ、時空ゲート。そうか、時空ゲートは正面からしか見えないから。さっきは入り口の真裏にいたから見えなかったのね。ああ、裏から時空ゲートを追い越して、それから後ろを振り向いたら、そこが入り口の真正面だったってことか。総員回避。悪者たち、またたくさん来たの。ムーバーの駆逐艦、やっと出てきたわね、ちびっこ。あら、ちびっこだけ？お風呂入ってたのに。悪者、やっぱり悪者なの。まだこの間の損傷が修復されてない。でもここを守るの、姉ちゃんたちのお手伝いするの。などの出撃も確認。駆逐艦は私が抑える。ジーツ、ザコからは距離を取りなさい。こっちでできるだけ投げ払うから、あなたのちびっことの戦闘に集中して。承知、私も一緒に。あなたはダメよ。時空ゲート目視という第一目的は達成したわ。この先私たちがなすべきは撤退すべきか、それとも時空ゲートに突入するか。もし時空ゲートに突入するなら、行くのはオークランド、あなたよ。私が時空ゲートに？今はちびっこだけだからまだ大丈夫だけど、他の戦機が出てきたらどうなるかわからない。行くのか引くのか、指揮官決断して。ちょっと指揮官、そういう回りくどい表現を使ってないで、もっとはっきり命令しなさいな。大丈夫、伝わったから。私必ず指揮官の信頼に応えてきますから。ではオークランド時空ゲートに突入します。
つい本気で。オークランド、時空ゲートに突入します。気をつけて行ってくるのよ。さて、となると私たちの仕事は時空ゲート入り口を確保し続けることね。ここから先は一歩も通さないわよ。違うの、帰れなの。そうもいかない。沈められたくなければ引き下がるべき。沈むのダメなの。でも悪者いると姉ちゃんたち困るの。だから出ていけなの。沈むのはダメ。自暴自棄になって命を散らすことを良しとせず、誰かのために生きたいと願うようになったか、子供のようにダダをこねていた前回より手強い相手になったかもしれない。よかった、無事に損害なしでオース採取が終わりました。だけどブルースフィアの反撃は日ごとに激しくなっているようですね。今日はどうにか全て返り討ちにできましたが、そんな状況なのに MCC は、中央は護衛任務に就く戦機を増やすどころか逆に減らしてしまった。とても危険です。兵団を軽んじる軍隊に未来はありません。 MCC はどうか手遅れになる前に手を打ってほしいのですが。あら、ソロモン基地から。はい、どうしました？え、ブルースフィアの艦隊が襲撃。ラビーちゃんが交戦中ですって。そんな、どうしてこのタイミングで。ついに私たちの恐れていたことが。それでも最悪の事態は回避しなきゃ。ここからだと直接じゃ遅すぎる。一度アンブラに戻りましょう。お願い、全て間に合って。なんなのここ、ほとんど真っ暗ですごい向かい風が吹いてて。これが時空ゲートの中。あれ、風向きが変わった。今度はすごい追い風、風に乗るようにして進めばいいのかな。向こうに明かりが見える。いや、明かりじゃなくて外の光。あそこが時空ゲートの出口なのかな。ここが時空ゲートの出口。海水が真っ赤、空も鉛色で、あれは太陽？それとも月？光が弱いな。少なくともここは私が知ってる世界じゃ。あっ、どこから飛んできたのこの砲弾。手遅れになってしまいました。いいえ、まだまだギリギリ手遅れじゃありません。あなたはこの間の戦艦、どうしてソロモン基地じゃなくてこんなところに。あなたに説明することなど何も。いいえ、ここは私のふるさとだからです。よそ者にはこれ以上一歩たりとも足を踏み入れさせません。あなたたちがそれを言うの？私たちの世界に土足で上がり込んで海を荒らしまくるムーバーのあなたたちが。分かってくれとは言いません。これよりあなたにはこの赤い海の底に沈んでもらうのですから。造園、いつの間にこんなに。退路も断たれてる。ろくに戦力を回してもらえない中で、各地から必死にかき集めてきた迎撃部隊です。戦力として心もとないのは確かですが、あなた一人を沈めるだけなら十分。そうはいかないよ。全力を尽くすって誓ったんだから。情報は絶対に持ち帰ってみせる。
てる兆候を見極めろ。攻撃を巡洋艦に狙い発射。喜ぶ勝利してた。あっちゃー、つい本気出しすぎちゃったかな。壊れたところ力抜けるの、うまく避けれないの。なかなか有効射程距離に入れない。まずいわね。ちびっこもそうだけど、陣地の大隙間の出力が落ちてきてる。集中しないと不用意に被弾するわよ。承知。あの悪者疲れてるの。こっちと同じ。でもしつこいの。そうはいかない。彼女が戻ってくるまでは。みんなお待たせ。オークランド無事？逃げよう、今すぐ逃げよう。すぐに追いかけてくるから。追いかけてくる？戦機の大軍が追撃に来るのか。一人、めちゃめちゃヤバいのが一人。どういうことよ。この間バールベイに来たっていう戦艦クラスの戦機のことかしら。どうして、ねえ、どうして逃げるの。分かっているのよ。そうやって逃げて私のいないところでお父様の悪口を言いふらすつもりなんでしょう。な、一体何を言って。伏せて。お父様のせいじゃないのに。私も限界ですって何度も言ったのに。あなたたちが、あの手法の乱射は危険。あの戦艦、確かパールベイでも似たような感じで急に撃ちまくってきたよね。二人ともしっかり、ほら私の影に隠れて。ありがとう、助かった。感謝する。直ちにここから離脱を。そうしましょう。一気にここを離れるわよ。全速前進。待って、行かないで。私のように沈んで。損傷は気にしないで、標的を沈めなきゃ。これでいい報告ができそうかな。生き
心地がしないよ。私にも説明がつかない。あんなに自滅的な突進を仕掛けてくるなんて。私は初めてあの戦機を見たけど、危ないわね、あれ。強いけど、それ以上に危ない。対策を考えないと道連れにされかねないわ。みんな、あのプッツン戦艦のインパクトに飲まれてすっかり忘れてるかもしれないけど、時空ゲートの向こうはどうだったの？あ、そうだ、そのことを話さなきゃ。見てきたよ、時空ゲートの向こう側。やっぱりゲートの。なるほどね。よく無事に帰ってきたわね、オークランド。それが一番のお手柄よ。あー、怖かった。はーい、そんなオークランドにお知らせがあります。横塚基地からあなたたちにぜひ立ち寄ってほしいってオファーが来てるのよ。横塚基地に？まあ、ソロモンゲートの話を聞きたいんでしょう。だからオークランドはついでに恩を売るつもりで、今の話をもう一度してきてちょうだい。恩を売るって、朝日は横塚から何をせびるつもりなのか。何言ってるの、今はあなたもせびる側なのよ。それにしても、世界とアンブラがつながったままになってることを伝えたら、戦局はどうなっていくんだろう。本気出しすぎちゃったかな。